石原恵光は、岐阜県安八郡スノマタ町出身の元プロ、野球選手、野球解説者、野球評論家。愛称は、ウータン。岐阜県立岐阜商業高等学校では、2年夏に第78回全国高等学校野球選手権大会に出場。2回戦で、PL 学園と当たって敗退。 三年夏にも第七十九回全国高等学校野球選手権大会に出場し、甲子園自身初安ナも放ったが、一回戦で敗退した。高校通算57本塁打を記録している。高校の二年後輩は、後に同僚となる、青木隆弘がいる。その後、東北福祉大に入学。吉見雄二、荒井、平達也や北に久美とバッテリーを組む。 後に同僚となる、大須賀城は同期。大学3年時に、大学日本代表、シドニーオリンピック野球日本代表候補に選出された。米川秋は、リーグ最優秀選手。ベストナイン保守3回。2001年のドラフト4巡目指名で、広島東洋カープに入団する。背番号は31。阪神甲子園球場にて2002年は10月以降の、 消化試合で5試合の出場にとどまったが、初出場の対ヤクルトスワローズ戦で、石井博都市から初安打を放った。2003年はシーズン中から1軍出場機会が増え、2年目ながら116試合に出場。かた、打撃の衰えが見られる西山秀治の正保守の座を脅かし、前年活躍した木村一揆をも抜き去る存在となった。打率は二割前後を推移したが、 シーズン234本塁打のうち2本が満塁、2ラン3ランが1本ずつと良い場面での本塁打が多かった。強権で知られる谷重元信を超える盗塁阻止率も残した。2004年は8番保守でプロ入り初の開幕スタメンの座を掴むと不審に終わった前年より安定感を増した打撃が評価され西山から正保守の座を勝ち取った。シーズン終了まで ほぼ全試合に出場した。自身初の規定打席に到達し、135試合出場、打率、288、6本塁打と好成績を残した。2005年は、オープン戦でファウルを打った際に、左手有効骨を骨折し、春先は出場できなかった。5月末に復帰後は、スタメンホッシュとして起用されたが、打撃で足踏み状態が続き、 目立った活躍は8月2日の大巨人戦で、サヨナラダを打った程度であった。守備でも8月9日のタイヤクルト戦で、振り逃げのリックがトームソンに気を取られ、三塁走者、アダム・リグスに背を向けて一塁に、看板な送球を行っている間に、リグスにホームインを許すなど制裁を書いた。結局8月中旬以降は、自身の故障中に起用されていた、倉吉和に、 再び正保守の座を奪われた。2006年は、倉と併用される形で保守を務めた。この年は倉も打率、239と不審で、石原も開幕直後こそ打撃好調であったが、5月から不調に陥り、打率、221に終わった。得点圏打率は1割を下回り、満塁では6打数無安打と、勝負弱さが目立った。 5月31日の対西武ライオンズ戦で、スクイズプレーを観光するもピッチアウトされ、ジャンプしたもののバットに、ボールが当たらず失敗に終わっている。8月12日の対巨人戦では、前年に続きさよならだを放っているが、信頼をつかむには至らなかった。9月7日の対横浜戦において、10回裏に、四万塁打者、佐伯木隆弘の4球目に、31年ぶりとなる。 さよなら打撃妨害を犯した。この日は本人の誕生日でレフトスタンドからも第一打席でハッピーバースデーの歌で祝福されただけに何とも味の悪い誕生日になった。石原は A 川に申し訳ない。どうの、こうの言えないと肩を落とした。ブラウン監督はあんなプレーは初めて見た。あってはならない。また明日、また明日、と気持ちを切り替えていた。 2007年は、前年に続き蔵と併用される形が続き、スタメン機会はほぼ半々だった。5月8日の対中日ドラゴンズ戦では、中継ぎ投手の負担軽減のため、ブルペンで投球練習を行ったこともあった。当番はなかったが、今後も同様な場面があった場合の当番を示唆されていた。五月十六日の対福岡ソフトバンクホークス、1の同点の8回に、 顔付近に来た球にのけぞって尻餅をつきながらも三塁方向にスクイズ成功。チームの交流戦初勝利に貢献した。5月から6月までは打撃校長で2004年に次ぐ打率281の好成績を残した。しかし今度はクラも8月以降打撃が上向いて打率274を記録し、8月にはスタメンホッシュの座を譲ることも多かった。 10月1日の対中日戦の8回裏1三塁の場面、初球からスクイーズを観光するが、ピッチアウトされ、前年の対西部戦で外された時よりもさらに大きく、ジャンプしたものの届かず失敗に終わった。2008年は2004年以来となる開幕スタメンの座をつかむと、倉の打撃不振もあり、出場機会を増やし4年ぶりの100試合出場、規定打席到達となった。 打撃でも勝負強さを見せ、6番を任される試合もあった。本塁打と打点は自身最高の数字を残した。2009年は開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。第1次の東京ラウンドでは出場機会はなかったが、サンディエゴでの第2次ラウンド韓国戦で初出場を果たした。 登録メンバーの野手でただ一人打席に立つ機会がなかった。WBC 終了後、チームに合流すると、キャプテンに任命される。シーズンでは、新本拠地である、松田スタジアム開催の恩恵もあり、松田オールスターゲームに初めてファン投票で選出された。しかし、シーズンでは、開幕から打率2割にも満たない、極度の打撃不振に陥る。ライバルであるクラも、 打撃不振だったために、レギュラー固定され続けたが、調子は一向に上がらず、一時は1982年の山倉和弘以来となる、規定打席到達での1割打者となる可能性も、取り沙汰されていた。8月29日の横浜ベイスターズ戦で2打席、連続本塁打、1試合後打点と維持の活躍を見せた。最終的に打率は、 206とギリギリで2割台に乗せたが、シーズン後半は倉や若手の相沢翼と併用されて、途中出場や途中交代が増え、前年より1試合、多い124試合に出場しながら、規定打席には届かずに終わった。なお本塁打は、自身初となる2桁の10本を放ち、さよなら本塁打を打つなど低打率ながら意外性のある、活躍も見せた。広島ので、 シーズン二桁本塁打を打ったのは1976年の水沼志郎以来33年ぶりである。2010年は開幕してしばらくは打撃が不調だったが徐々に調子を上げていき他の保守との併用や腰痛等もあったものの2年ぶりに打率が2割5分を超えるなど終始不調だった前年よりも打撃面が改善された。また前田健太と共に最優秀バッテリー賞を受賞した。 8月5日に国内他球団への移籍が可能な FA 権を取得。挙手が注目されていたが、11月15日に FA 権を行使せずに3年契約を結んで残留することを発表した。年俸は1億円。2011年は5月14日の巨人戦では、レビロメロから支給を受け、押し出しという形で、チームの逆転さよなら勝利に貢献し、お立ち台に立った。 5月21日のオリックス戦で、今季初本塁打を放ち、チームの交流戦初勝利に貢献した。8月22日には、海外 FA 権を取得した。2012年は7月17日の中日戦で、岩瀬ひとのりからセリーグでは18年ぶりとなる、サヨナラスクイズを決め、チームの5連勝に貢献したが、7月26日のヤクルト戦で右太もも裏を痛め、 出場選手登録から外れるなど二度の故障により、出場試合は77試合にとどまった。シーズン後、元タレントの八万越子と結婚。2013年は3年ぶりに120試合以上、出場を果たした。打率、248であったが、失死球は自己最多の55個を選び出塁率は、キャリアハイの350をマークした。 A クラスを争う勝負所の9月17日の阪神タイガー,アース戦で、久保安友から自身4度目となる、サヨナラ本塁打を放ちチームを4年ぶりの7連勝に導くなど、チームの16年ぶりの A クラス入りに大きく貢献した。この年で3年契約が終了したが、11月11日に FA 権を行使せず残留する意向を発表。 球団と三年総額三億円の契約を結んだ。2014年は開幕当初は、聖保守を務めていたが、前半戦の打率が14、141という極度の打撃不振に陥り、肩の故障もあり6月末に登録抹消。その間に、聖保守の座を相沢に奪われ、一軍復帰後も、出場機会は大きく減少した。相沢が、 負傷離脱したシーズン終盤には再び正捕手を務めたものの80試合の出場で打率は192とキャリアで初めて2割を切った。また、荒井隆弘の復帰が決まった際には歓迎会を開くなど生え抜きベテランとしてチームを支えた。2015年は開幕スタメンを相沢に譲ったが2戦目にクリス・ジョンソンとバッテリーを組み史上45人目の 循環前試合を記録した。その後もジョンソンが登板する試合はすべて正捕手を務め、シーズン終盤にはレギュラーに復帰した。2016年は開幕戦に8番捕手で、スタメン出場を果たし8月2日のヤクルト戦では、ウラディミール・バレンティンが空振りをした際にバットを頭部に受け、脳震と後頭部打撲と診断され登録抹消となった。しかし、 脳震と特例措置が適用されたため10日を待たず9日に再登録され復帰戦で安打を放った。打撃は前半戦を終えた時点で打率147と不振が続いたが後半戦は打率299を記録するなど復調して買い打線を支えた。最終的には106試合に出場し3年ぶりに出場試合が100を上回った。また、 広島の優勝に貢献したことが評価され、セリーグ最年長の37歳にして、初のゴールデングラブ賞、ベストナインを獲得し、また、自身3度目となる最優秀バッテリー賞も野村と共に受賞した。2016年の日本シリーズでは、ノーヒットに終わり、日本一を逃した。守備につく石原2017年は2年連続で、開幕スタメン出場を果たした。序盤戦は、 藍沢と併用される形で起用され、4月13日の大巨人戦では、池田春から2シーズンぶりの本塁打を放つなど、打撃好調だった。しかし後半戦は打率、109と不振に陥ったことで、藍沢が正捕手の座につき、シーズン終盤は、磯村義隆にもスタメンマスクを譲る機会が増えたことにより、77試合の出場にとどまった。 7月12日の対 DNA 戦で史上189人目となる通算1500試合出場を達成。2018年は5月11日の対阪神戦で、ノーミアツシからサゼンダを放ち、史上292人目の通算1000本安打を達成。38歳8ヶ月での達成は史上最年長、広島の保守では球団史上初の記録だった。 シーズンを通じては58試合の出場にとどまり、打率はキャリアワーストの177であったが、ジョンソンが先発登板する試合では全試合先発マスクを務めた。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも第2戦でシーズン同様にジョンソンとバッテリーを組み、チームのシリーズ唯一の勝利へ導いた。2019年はジョンソンが 先発登板する試合のみ先発マスクを被ったため、前年をさらに下回る31試合の出場に、とどまったが、慢性的な肩痛が回復し、盗塁阻止率は、自己ベストタイの。500を記録、4月17日の退巨人戦では、ライアン・クックから、球団ワーストの開幕から5カード連続負け越しを、止める、決勝的自打を放つなど随所で、存在感を示した。 2020年10月12日に球団は今季限りでの引退を発表した。同年8月27日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で左足を負傷した後に登録抹消となって以降はリハビリに励んでいたが実戦復帰は叶わないまま球団に引退を申し入れて了承された。同年11月7日の対阪神タイガース戦が引退試合となり、 八回1アウトランナー一塁から打席入りし、ノーミ氏ツからライトフライを打ち上げて現役生活を終えた。試合後には引退セレモニーが行われた。2021年からは日本テレビ、広島テレビ野球解説者とデイリースポーツの野球評論家に就任。WBC メンバー選出の際には伊藤務から 12球団トップクラスと評されたほどの高いキャッチング技術を持つ。藤井明人は最強の星と評し、投げる、取る、止める。ずっと石原が一番上手いと思ってきましたよと述べている。初記録説明の記録その他記録。ありがとうございます。